キャンディダルファー、キャンディダルファー、キャンディダルファーは、オランダ・アムステルダム生まれのサックス奏者。父、ハンスダルファーの影響で6歳より、ソプラのサックスを吹き始める。地元のブラスバンドに参加するも、基本的にはほとんど独学でサックスを学んだとされる。11歳には、父のバンドに参加し、初のレコーディングも果たす。14歳で、オリジナルバンド、ファンキースタッフを率いるようになると、 メディアからも注目されるようになる。マドンナやプリンスらのオランダ公演でのバックバンドミュージシャンとして注目を集めるようになり、プリンスのアルバムにも参加して評価を得るも自身のリーダー作にこだわる姿勢を見せ、他元を明かすこととなる。1989年にオランダの映画リリー・ワズ・ヒアのサウンドトラックに参加し、 彼女が起用された同盟のタイトル曲がヨーロッパのヒットチャートで1位を獲得、世界的に人気を得る。翌年、ファーストアルバム、サクシュアリティを発表。このアルバムは、米、ビルボード氏のトップコンテンポラリージャズアルバムチャートで4位を記録、ミリオンセラーのヒットとなり、グラミー賞にノミネートされた。1993年発表のアルバム、サックスはには、 名詞をパーカーラ・ j ーズやタワー・オブ・パワー1995年発表のビッグ・ガールにはデイビッド・サンボーンがゲストに呼ばれている1997年発表のホー・ザ・ラブ・オブ・ユーはトップコンテンポラリー・ジャズ・アルバムチャートで2位を記録し250万枚を売り上げるヒット作となりワールドツアーで14カ国を回る2001年には父と共作でアルバム ダルファーダルファーを発表。2003年には、プリンスのアルバム、エクスペクテーション、名オ・パーカーのアルバム、メイドバイ、名をにもゲスト参加している。ライブインアムステルダム、ライブアットモントルー2002といった、ライブアルバムも発表している。2014年6月に結婚したことを公表。ありがとうございます。